はい、皆様こんばんは。カープホークス乃木坂46ファンです。本日4月の13日土曜日ですね。本日はですね、両チーム、デーゲームでね行われました、試合の振り返りをお伝えしていきたいなと思います。まずはですね、セリーグ広島東洋カープですね、今日の試合はどうだったのか振り返りたいなと思います。今日はですね、巨人の先発投手は、堀田投手が、602日ぶりの、先発登板で、まず初回カーブの攻撃ですね、野間はセンターフライ、そして田中康介は空振り三振、小園はセカンドゴロと3人で終わると、今シーズンね、初先発となる森下は、今シーズン初登板となって、巨人は、通算の12試合に登板し、7勝3敗で防御率 2.79 と、最後の黒星は2021年の8月24日の東京ドームで、21年の10月10日マツダスタジアムからシリーズまたいで 6連勝中だったということで、森下投手ね、今までね巨人戦の成績をね残しているということです。先発の森下は、今シーズンですね、まあ、先発ということでね、森下は、初回ですね、萩尾を空振り三振で、佐々木をレフトフライで、門脇を、ピッチャー内野安打にも、岡本和真をショートゴロに打ち取って、2回の攻撃で2アウトから田村が、ライト安打で矢野のフォアボールでチャンスを作るんですが、1・2塁とし、相澤がライト前ヒットを、飛ばすも、田村は、本塁、ホームには、帰ってきたんですけども、1点が先制できず、3回も、2アウト2・3塁の攻撃で堂林が空振り三振に倒れて、4回は田村のヒットで、矢野のフォアボールでワンアウト1・2塁から相澤がショートゴロで併殺だと攻撃をものにできず、森下は4回の先頭門脇に、セカンド安打に、岡本は空振り三振、そして坂本はライトフライでオコエはフォアボールを許すも、岸田をセカンドゴロに打ち取って、打線は5回6回と、巨人の2番手井上にヒットが出ないと、森下は6回先頭の佐々木に、先頭安打で、二盗塁決められて門脇に打ち取ると、だが岡本に打ち取られて、大飛球が内野グラウンドへの内野、グラウンド部分のスピーカー部に挟まり落下せず、特別ルールでエンターイトルのタイムリーツーベースとなり1点を先制されてしまい、森下の今季初登板は6回を投げて89球5安打1四球5奪三振の1失点で自責の1位だったということです。で、7回の攻撃は、巨人の3番手中川に矢野と代打上本のヒットで2アウト1・3塁とすると、野間が、左中間に、2点タイムリーツーベースを抱き返し2対1とカープが逆転し、7回は2番手矢崎が先頭の岸田にヒット、吉川に送りバントを決められてワンアウト2塁も代打長野をセカンドゴロ、そして萩尾を空振り三振に切って取ったということです。続く8回は3番手島内が佐々木にツーベースで、門脇にライト安打でノーアウト1・3塁とし、岡本和真にショート内野安打にタイムリーを許し、この回巨人に同点に追いつかれると、坂本とオコエは連続空振り三振で松原にフォアボールを許しますが、2アウト満塁から吉川をレフトフライに打ち取り勝ち越しは許さず、9回の攻撃は、大勢に矢野、相澤、久保を三振で終わり、9回は、クローザーの栗林が先頭の小林を空振り三振に取って、代打の丸を
レフトフライで佐々木を空振り三振に取って、で巨人打線を抑えて延長に突入し、延長10回の攻撃はルーキーの西舘に、野間、田中康介、小園を3人で抑えられて、その裏5番手増田が、門脇にショートゴロ、そして岡本はショートフライに抑えると、続く坂本にファーボールを与えてしまい、オコエにデッドボールで2アウト1塁のピンチで松原を空振り三振に取って、この回も無失点で抑えて、打線は11回は堂林はセンターフライ、そして秋山はセカンドゴロ、そして代打坂倉はショートゴロと3イニング連続で1人の走者も出せず、11回は6番手の堀江が先頭の吉川直樹をフォアボール、そして小林に犠牲フライを決められ、ワンアウト2塁から泉口を空振り三振に取って、佐々木をファーストゴロにサヨナラを、サヨナラを負けを逃れて、そして最終回12回も矢野、相澤、久保と 3人で攻撃が終わって、2対2まま、12回裏ですね。で延長12回は、7番手中崎が先頭の門脇を空振り三振に取って、しかし、岡本和真にツーベースで代走は重信で、続く代打の大城拓三に右中間にサヨナラタイムリーツーベースを浴びてしまい、中崎は、1勝1敗で、カープは、昨日は逆転負け、そして今日はサヨナラ負けで、カープは、巨人に2連敗となって、これで借金が、逆戻りで借金が3になってしまって、広島は、巨人に今季初のサヨナラ負けを喫し、2連敗で5勝 8敗で今季ワーストタイの借金3に広がったということです。まあね、今日はね、ちょっと岡本にね、タイムリーツーベースを許してしまったんですけれども、ですね、そこからね、野間がね、逆転タイムリーツーベースでね、カーブがね、なんと逆転したんですけれどもね、左中間にね、2点タイムリーツーベースで抱き返して2対1逆転したんですけど、そこからね、またもね、岡本にね、タイムリーを許してしまって2対2に追いつかれてしまって、その後、カープはね、1人もね、走者がね、出すことができずに、でそこから12回裏ですね、12回裏に岡本和真にツーベースで許してしまって、そこから代打大城に、宇宙界に、最後のタイムリーでツーベースを浴びてしまったことが今日の、反省点につながったということで、ここは2連勝してね、借金が1ということでね、昨日勝てばね、借金がね、ゼロでね、終わっていたんですけれども、なんとまたもう2連敗してしまって借金がね、なんと逆戻りになってしまって、もう非常に昨日ね、今日はもうもったいない逆転負け、そしてサヨナラ負けという、非常になんか苦しい展開となってしまいました。なんとですね、まあ悔しいんですけどね、まあ明日こそはね、明日こそは勝つことをね、願って、明日こそは、巨人との3回戦なのでね、明日こそは勝つことを願いましょう。それからね、今シーズン初先発ね、森下投手の、初勝利とはならず、次回登板に、勝利を願えることをね、したいなと思います。はい、というわけで、まずはね、広島東洋カープの試合の振り返りを、お伝えしましたけれども、この後ですね、パリーグ、福岡ソフトバンクホークスの試合の振り返りをお伝えしたいと思いますので、ここでちょっと一旦切ります。